さあ始まりました。本日もアイドルピカソちょっとぐだっちゃった。いやここ大事やん。あ、そうや。これ振り言うとくの忘れてましたね。勝手にやってくれましたね。すごいですね。決まってなかったのに。もう一回ちょっとみんなで行きましょう。さあ始まりました、アイドルピカソありがとうございます。そうや、僕が忘れてましたわ。本当、最後みんなやってくれるんだって。皆さんの覚えてますね。ありがとうございます。さあ今月もね、はい、始まりました。月1でやっておりますアイドルピカソですけども、はい、僕がですね、アイドルとお絵かきが大好きで、それでこのアイドル界にもアイドルピカソというのがいるんじゃないかというので探してまして、そしてこの番組を始めました。はい、私カナリアのボンデーヘース、お願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてはい、そしてアシスタント MC の大森美優です。よろしくお願いします。お願いします。大森画伯でね毎回やっていただいてますからね。はい、はい、ね、なんか喜んでるのかいつも迷うんですよね。いやすごいんですよ、感性がやっぱすごいんですよ。書き方とか面白いんでね。それで毎回もうアシスタントでね、はい、やってもらってますが、はい。そして今日はね、いつもねレギュラー組がね僕らいるんですけども、はい、レギュラー組4人いるんですよ。で、毎回来ないですよ、その組は。僕ら2人だけですよね、毎回言うの。そうですよ、皆既衣装。ねえ、そう、久しぶりに来たのがネゴシックスさんです。はい、ネゴちゃん。いや、ありがたいですね。ネゴちゃん。ご意見番で。はい、レギュラーとさせていただいてますけども、なかなか来ないっていうね。何してんの。いや、来たいんですけどね。なんか、バッティング、バッティングすんなよ、レギュラーを。営業ばっかり行って。そうですね、すみません、来させてもらいました。お願いします。お願いします。で、もう一人ね、レギュラーのね、てんてんこちゃんもいるんですけど、面白いんですよ、てんてんこちゃん。ね、そうなんです、絵も面白いし、変な絵ばっかり描いてくるんですけど、変な人ね、変な人ですよ。なんですけど、そのてんてんこちゃんも今回もお休みで。ですね、不良ですね、不良。不良ですよ、ほんと。確かに、そう、不良。休むんですよ。ね、レギュラーですけど、はい。そして今日はですね、たくさんゲストまた来ていただきました。はい、まずはですね、あ、CM 入っちゃう。残念。すぐ CM だから。そうです。続きは。なかったと思います。さあやっておりますアイドルピカソでございますが、はい、今週もですねたくさんゲスト来ていただいております。はい、まずはですね、こちら、手前からご紹介お願いいたします。はい、はい、ゆるめるまという4人組ニューウェブアイドルグループのヨーナピです。よろしくお願いします。イエーイ、ヨーナピちゃん、かわいい。ゆるめるまさん、はい、はい、じゃあ続いて、はい、優雅独尊の岩崎舞です。よろしくお願いします。イエーイ、マイネ、カタカナでユイがどこ。はい、マイネ、はいはいはい、じゃ、はい、痩せたら首、太りすぎても首のエリートピニコユニットで最年長でリーダーをしています島理香です。150センチ51キロです。よろしくお願いします。体重いっちゃうんすね。体重公表してます。いいですね、ぽっちゃりで。はい、じゃあ続いて上の。はい、優雅独尊の床爪さくらです。よろしくお願いします。イエイ、床爪さん、お願いします。珍しい名字。はい、はい、チャビネスの浅川美咲です。身長160センチ体重62キロです。よろしくお願いします。あらあら、そうです。あ、そう、62、はい、60代です。あれ一番大きいやったっけ、チャビネス。一番大きいです。ああ、はい、そういいですね。ジャンボって言われてね。ジャンボです。ジャンボ、あくましいですよ。、うん、いいですね、ジャンボ浅川で。ね、はい、で、一番小さい方でしたっけ。そうです、私一番小さいです。そう、10人組で。はい、10人で活動します。10人ぽっちゃり。すごいです。一番体重が重い人だいぶあるんですか。あ、嘘。そう、はあ、僕61です。あ、で一緒、美咲の方が重い。あ、そうか。言ったよ、チャビです。入れるかな。だいぶ単発なやつ。おばあちゃんババアが入ってたから。今日はね、たくさんね、今回ですね、はい、いつもはですね、絵心のある方にね、たくさん集まってもらってるんですけども、はい、今回は、もう絵心がないというか。え、そうなんですか。そうなんですよ。絵心はあります。
絵心ありますか？そっちなんですか？今日、今日はそうなんです。そっち会なんですか？僕がちょっと探していろいろ探してたんですけども、そしてたまに僕他の番組でもアイドル番組やってまして、うん、そこで絵を描いてくださいっていうのをちょっと 言っていくんですよ。そうしたら面白い絵描く人たちいたんですよ。それがこのメンバー。あえ、本日のユーモア軍団です。いや、それ選抜だったんです。いて、はい。で今回絵心あるのはヨーナピさんだけです。おお。じゃあこれで私の画伯っぷりが薄まる。いやいや、全然ですよ。あなたはすごいですから。で、ヨーナピさんだけがね、はい、絵心ありまして、あ、そうなの。もう絵心というか、もう。学校がそうですよね。あ、そうですね。実はこれ今日着てきてるやつも自分でイラスト描いてるから。めっちゃ可愛い。これはすごいわ。めっちゃ可愛い。すごい子いたんですよ。キャラクターみたいなの描いてもらう。展示したいとかもしてます。キュルルンってしてますね。あ、そうなんです。キュルルン。女の子にちょっと、ね、人気出たいなみたいな。あんま言わない方がいい。言わない方がいい。そう、すごい人いたんで出てもらいまして。はい。はい、あとは面白い人たちです。でも見応えありますけど。そうなんですよ。そんな気持ちで来ました？いやもう、で皆さん一生懸命描いたんでしょ？はい、めっちゃ一生懸命描きました。一生懸命描きましたよね。そんな感じでなんか呼ばれた。そう、読んだら、ほんで今日も、ちょっとね、いつものコーナーがありまして、はいはいはい、いつものコーナーがランキングのやつがありました、うん、じゃあ早速いきましょうか。はい、はいはい、それではいきましょう。こちら、ボンのお絵かきランキング。はい、ボンさんが宿題を出しまして、そのテーマに沿って描いてきた絵を、はい、ボンさんが勝手にランキング形式で発表するコーナーになっています。そうです、本当勝手なんでね。もう独断と偏見です、これは。はいはいはい、今月のテーマは、はい、2016、はい、まあ、今年締めくくりということで、うん、まあ、2016なんかもう皆さんね、通ってきたじゃないですか。はい、通ってきたというかね、通ってきた、通ってきたじゃないですか。だからいろいろあっただろうし、いろいろ見てきただろうし、うん、それを踏まえた絵をちょっと見せてほしくて、はい、描いてもらいまして、はいはい、そうしたらもうすごくやっぱね、みんなの絵、昨日スタッフの方に送ってもらったんですけど、うん、すごかったですよ。もう上手でした、やっぱり。どうすごいんです、そんな。いやいや、もうみんな芸術家でした。わー、やったー、いいじゃないですか。めっちゃ嬉しい。ヨーナピちゃんだけじゃなかったですよ。みんな芸術家やったんで、これ順位つけるのが本当苦しくて、はい、面白い、すごい結果になってますんで、はい、気になる。これじゃあドキドキ、はい、まあ、本当ね、難しかったですよ。これじゃあ7位からいきます。お、はいはい、早速ですが、はい、7位からいかせていただきます。じゃあこちら7位はこの方、ネゴちゃん。あ、おちょっと7 え、ネゴちゃんだいぶ面白いのを描く人たちそれをしのいで7。いや、もうほぼビリちょっと。ネゴちゃんって上手い系の人。ネゴちゃんは正直もう、はい、芸人でもなくて、もうアート人間ですから。いや、もうそれでね、言ってやろうかなと思って。そんな本気なのに本気の人が今回7位なんですよ。しかもビリでもない、はい、いや、ビリでええよ全然美味しくねえよ。美味しくもない、はい、そんなネゴちゃんの作品こちらでございます。どうぞ。どう、すごい、めっちゃすごい。ほら、どうですか。すごい、すごい、かわいい。でも7位。なんでだでも7位。いや、これね、はい、書いてもらいまして、すごい、うん、これ何なんですか。これはですね、島根っていう2016、島根、僕出身が島根でして、もう今年度2016はほぼ島根でしか仕事してないというね。かなり週1で島根行ってましたんで。もう地元で、はい、で、さらにレギュラーが決まっちゃいまして、毎週土曜日。おめでとうございます。島根でレギュラーって生放送が決まった。もう島根にはもう気がついた島根にいるなみたいな状態だったんで、ほぼ2016島根だったなみたいな。頭の中島根だけで。そうですね。だもんで、この地図ですね。地図で島根だけをニュニュニュと抜いた感じですね。あ、ここ、はい、立体させたみたいな、抜き出したという。すごい、はい、で、いつも描く感じのタッチじゃない風にしまして、はい、確かにね、線を太く、ちょっとなんかポップアートみたいでしょ。技術がすごい、はい、イラストレーターさんみたいな。そうだね、でしょ。なのに7位思います、これで7位7位
確かにあこれじゃあほなその島根の下のあまあそうですねあの本州まあ広島とかねのだから、まあ、地図からこうニューとかだからこれはこうなってるわけですこうなってて抜き出したというね抜いてる感じっすよねこれ何で抜いてるのこれいやだから立体立体じゃない断面あ、断面か断面、断面俺、雑誌をなんか読んでる人かなと思ってちょっとそうもだから、だからないあーだ、抜いてるってことかこう、こう、こうやってねニュニュニュね、わかりますよね、皆様あそういうことえ、パッと見てわかりましたわかってるよ、わかってますよ開けろ、順位地図だったと思った、これなるほどね全然読み取らないかって、これまあ、まあ、まあ、でもなんこれと思ってあ、マジっすかなるこれ誰まあバケモンですよバケモンまあいつもバケモン島根を浮き立たすというかまあ浮き立たすギュッとね盛り上げるぞ島根的ななるほど、ええ、なんでこんなに言わないけんだよ説明多めで説明多めでありがとうございますパッと見て入ってきやがったすぐああまあそうか触るのじゃないとダメですねまあやっぱそうなるとそうそうそうはいでももうまあまあおしゃれないいですまあまあおしゃれよねおしゃれ色合いはね上手上手ですか、ね、確かに、はい、すごいなるほどねそっかいいですよいやでも8が楽しみだわ怖っまだ下がいるんですそうですねでもこの上ですからね次からはい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 これより上ですからすごいですよ誰やったかなあーそうかいやここもすごいですはいじゃあ続いていきましょうはい続いて6位はこちら岩崎さん岩崎さんいろいろありました2016嬉しい、はい、じゃあちょっと絵見てもらいましょうか、はい、こちらの絵でございますどんどんわひどいひどくないでしょ本当にひどいひどくないこれ、ね、え、めっちゃ仲良いよこれね、ゆうぼんどうですかえ、勇気もらえるちょっと待って、本当どういうことですかすごいいや、え、めっちゃ上達最近なんか、あの時間あれば、はい、なんかこうコップにメンバーの似顔絵とか描いたりするようになってコップにそう、紙コップとかにこうメンバーのあ、紙コップ、あ、なるほどねなんか徐々に上手になっててもうそれでアイドルピカソのこの視点があったからこのためにめそう認められたと思って超上手に描けましたこんな感じなんですけどちょっと一旦 CM でございますやったはいアイドルピカソでございますただいまボンドな、はい、お絵かきランキングで、はい、今6位の岩崎さんすごいですね、はい、こちらいろいろありました2016ってことで、うん、これはメンバー4人メンバー4人の顔を描いてですねそうなんですよこの人絶対おじさんですよ違いますよおじさん変態のおじさんですねいやその子は一応あの木戸優穂おじさんだいや違います木戸優穂ってことで一応こうプリンセスって自分で言ってる可愛いキャラなんですよ私可愛いでしょっていつもねそう可愛いでしょっていうキャラの子ですプリンセスおじさんそうでこのさくらはまあ単発だからねそう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 髪型でもさくらちょっと似てますよねえやっぱり本当ですか似てます、うんうん、全然嬉しくないなんていや日に日に似てる似てる似てますよね、うん、でそのカラスカラス描いてるよね気になったわカラスカラスはあの今年、はい、あのジャパンエキスポっていうやつにあの優勝して東京キャンドル出演してフランスまで行っ て、はい行ったね、この時のカラスステージとイチゴステージだったのでカラスとイチゴを描いたんですよあすごいなるほどそうそれでかであのピンクの左上はドライヤー水鉄砲そう今年 TIF で、うんあのスカイステージで水鉄砲を使ったのでそう水鉄砲を使ってあ水鉄砲、ね、そう左下はこうした農業船に農業船のアンバサダーに就任したのですごいな、農業船を描きましたこれ農業船ヨットヨット農業船ヨットだヨットですこれ嵐来たら絶対死ぬやつ何千人も乗れない大丈夫大丈夫大丈夫そうでこう周りの明るい色はメンバーのそれぞれのカラー、うんああ、4色あるってこと、4色を散りばめた、はい、そうです、明るくみんながこう、楽しんでる顔、うん、楽しんでる顔楽しんでる自分どれ自分どっちあと左下ですこっちこれあ、こっちん右下こっちか逆こっち左下、はい左下
こっちでもよ。もう、でも詰まってますね、いろいろね。何で描いたの？色鉛筆と絵の具。あ、絵の具使ってるんですか？絵の具使ってんの？絵の具で塗りました。でもなんかパレットの使い方がよくわかんなくて、なんか指をどう入れるかわかんなくて、パレットに親指キュッと入れる。いやなんかどっち向けるんですか？穴があって、なんじゃこの穴みたいな。こうですよね。だから上から覚えて言えんの？だからいや私もこうしたんですよ。なんで？で、これ抜けると思って。いや抜けるでしょそら。めちゃめちゃ親指力入れるよ。そういやだから私はそのテーブルにパレット置いて、こう指で押さえて、うん。塗るみたいな。やべえだろ。とんでもねえのスカウトしてきたな。スピンホースキーですね。そう。何してんの？その指いらんやろもう、テーブル置いたら。ずれるかなと思って。じゃあ穴がよく分かんなかった。下からやよ。あ、こう。そう、こう持ってよ。こうですか？なんか3つ穴があった。こう。どういう持ち方してんの？そうですよ。すごい。穴は何ですか？3つ穴が開いてたんですよ。あれじゃない、筆を刺すやつ。あ、そういうこと。あ、あれ私は小指入んないと思って。細すぎるわ。無理だよ。やめなさい。3つ大変だった。はい、そんな感じですね。これより上が面白い絵でしたからね。すごいですね。ありがとうございます。ここからだんだん順位が上がっていきます。はい、それでは続いて5位でございます。5位はこちら、大森美優さん。あー、大森さん珍しく中間。ちょっとそうですね、下がってきましたね。やばいな。前回3位ぐらい。前回結構高かったです。高かった。今回ちょっと下がってしまいました。なんでだろう。ちょっと見ていただきましょう。感情が出てきた年っていうね。はい、わーん。おー、かわいい。めっちゃかわいい。かわいい。基本みんな四分割するなんか似てる。ポーズが一緒やったんですよ。さっき、ね、顔が4つあった時に、あ、やばいと思って。あ、これ同じ部類の人だな。ポーズが一緒やったね。はい、これは何ですか？猿。猿年やから。猿年だから、2016。猿が4匹いるんですけど、それが喜怒哀楽。なるほど。あ、ほんで色も、その…これ私成長したんですよ。これちゃんと縁まで塗ってるんですよ。ほんとだ。いい。ほんとや。俺も塗ってる。縁塗ってる。何？これが基本ですか？いや、基本じゃないですけど。まあでも自由ですけど。そうそう、まあ、お得感があるかな。そうそうそう。縁を塗って拍手をもらうって。そういう話してたからね。なんで落ちちゃったんですか、ランキング。なんか、なんかミューポンの良さがちょっと欠けてきた、うん、ちょっと上手くなってきてしまった。上手くなってきちゃった。そう、なんかなるほど。 それもあったりして。今日でも前回より倍ぐらい時間かけたんですよ。いや、前回もう1分やってじゃないですか。倍ってことは2分です。もっと15分、20分ぐらいかけました。だから色が結構ね、塗ってるもんね。そう、前はお寿司のね、お寿司2つ描いてた感じやったけどね。4つも描いていただいて。じゃあ次からはね、あんま塗らないようにします、周り。いやでもなんか良かったですよ。はい、だからこういうね、やっぱずれるんとかね。いや、こういうのすごいいいんですよ。まずこの自由じゃないですか。猿の大きさ、顔の大きさを全部均一に描けないっていう。顔の大きさ丸が同じに描けなくて、それもでも苦労しましたね。なんかいいんですけどね、そういう。だから普通だってこうやって綺麗にやっちゃうじゃないですか。あ、やりがちなのに、もう自由にやってるからこれ。それがいいですね。そうそうね。塗り方とか自然でね。まあ次行きましょう。はい。だから僕ミューポンのいいのは、はい、なんか家電とかも全部顔つけたりするんですよ。家電とか顔つけないとどこが正面かわかんないんですよ、私。だから正面つけるために顔をつけるんですよ。そうそうそう。あ、間違え、家のですか、家の。ただの四角い箱みたいになっちゃう、冷蔵庫とか。でも、家電でも食べ物とかでも、うん、何でも顔をつけるんで、あ、それなんか不思議じゃないですか。まあでも楽しいですよね。そう、はい、でも今回はもう猿やったんで、はい、なんか自然やったんで、うんうん、あ、もうありもの。ちょっとなんか、ドキッとせんかったというか、それがちょっと惜しかった。もっとぶっ飛んでてほしい。はい、寂しくなっちゃったんですよ。寂しくなっちゃった。成長してしまった。そうそうそう。前のミューポンに。そうですか。ちょっとそれがあります。はい。じゃあ続いて、もう4位でございます。4位いきましょう。こちら。
あ、ボンです。お、あ、私ですけどもね。なんだろう、ゾンビおしゃれっていう。ゾンビに、ゾンビを描いてみました。ゾンビ、はい、はい、わあ、これはいい、すごい、ちょっとこれは拍手が起こりますよ。ちょっと凝って描いちゃったんですけど、僕ね、今年1年ずっともうウォーキングデッドをずっと見てた年なんですよ、はい、シーズン1から、うん、海外ドラマ1から7までもうずっと見てて、うん、もう本当は僕ゾンビとかホラー映画嫌いやったんですよ。へー。で、こんな絵とか描いたことないんですよ、はい、もういつもなんか優しい絵しか描いてなかったんですけど、すごい、それ描かすようになったのもウォーキングデッドなんで、めっちゃいい感じですけどね、後ろの描いてみたら血の感じがすごい、血とかね、全然残酷な感じじゃなくてね、なんかポップな感じ、アメリカン、うん、なんかウォーキングデッド見てても、たまにおしゃれなゾンビおるんですよ。へぇー、されてるゾンビ、そうそうそう、いやもう全部ダメージしようやみたいな、全体的に、うん、そうそう、そんな見ちゃってて、それちょっと書いてみようと思って、へぇ、いい感じ、うん、いや僕自分で4位つけてるどんなんだよと思ったんですけど、めっちゃいいっす、4位だなって、4位な、いや、まあ、4位だなって思ちょっと頑張って、はい、かわいい、でもこれ以上が3人いるってことですね。そうなんですよ、まだ全然、マジっすか、はい、これより全然すごい、だいぶいい感じなのに、すごいな、ね、はい、はい、あと残ってるの誰ですか、はい、わ、4人、あ、そうか、この4人ですもんね、そっか、チャビネスもいますし、はい、はい、じゃあ上位にいたいな、じゃあ続いて3位いきましょう、はい、3位こちらでございます、トコジメさん、はい、ショービくん、ショービくん、ショービくんです、嬉しい、さあそれでは映画こちらでございます、どうぞ、じゃん、おお、かわいいですね、癒され、これかわいい、嬉しい、めっちゃ癒される、迫力あるし、ね、いや僕、あの映画、うん、変な絵っていうのの意識で依頼したんですけど、はい、いや意外とうまかった、うん、よかった、そうなんですよ、癒される、翔美くんって誰ですか、なんか台湾に今年3回行ったんですけど、お仕事とプライベートでも行ったんですけど、そのお仕事でその台湾でライブ、あ、CM や、スタコちゃん CM でーす。さあやっておりますアイドルピカソ、ボンのお絵かきランキングただいま3位の床詰さん、はい、こちらすごい、これ何で描いてるんですか、これ絵の具です、絵の具、はい、水性絵の具で描きました、水性、はい、これ油絵用なんですか、あ、このこれ自体、はい、これでも、まあ、なんか油絵とかでもやったりするんですけど、 でも全然、あ、よかった、にじんだになんか全然濡れないなと思って、水多いとね弾いちゃう、あ、そうだったんですね、濃く描かないとね、そう、頑張りました、よなよな、でもこれに描くとなんか楽しいでしょ、楽しかったです、なんか、いやでもちょっと結構でっかいなと思ってこれ、あ、これ自体がいいですよね、四角内に収めてない感じがいいですよね、そう、いっぱい、あ、そうそう、なんかすごい迫ってきてる、わんぱくな感じ、そう、でかく感じる、普通ね、はい、もう足までね、はい、コンパクトにしちゃいそう、履くのにね、はい、そう、そう、なんか台湾でこの子と初めてステージ上でこういうゆるキャラみたいなのと一緒に踊るっていう機会があって、そう、なんか嬉しくて、でもなんかこの子全然優秀じゃなくて優秀じゃなくてすごいファン、なんお客さんにお尻向けていつの間にか踊ってたりしてて、ポンコツ少女、ポンコツすぎてすごい印象に残ってて、また共演したいなみたいな気持ちで、台湾にいるんやこの人は、いや多分日本の企業の、あ、そうだ、普通に翔美、はい、そういうことなの、そうです、そうです、翔美くん、翔美くんです、初めて見た、はい、全然知らないですよ、初めて見たから何やろうと思いながら、はい、嬉しいです、可愛かったですね、はい、ね、ありがとうございます、はい、上手やったんで、うん、はい、3位でございました、はい、じゃあ続いてもう2位でございます、おお、誰が残ってますか今、ヨウナテちゃんと、はい、チャビネスの2人が残ってますね、はい、これ逆に最下位ありえるなって気がしてきてすごい嫌な気がしてきて普通に逆にこのメンツだとうますぎてつまんないみたいな、いや、そりゃないっしょ、1で8位がありえるんじゃないかなと、っていや、うまくてちょっと僕の独断なんでね、申し訳ないですけども、じゃあ続いて2位いきます、2位はこちら浅川さんで、やったピコ太郎、あ、浅川さんのピコ太郎さん、これすごい、ピコ太郎、これ注目です、ははい、
注目の鈴太郎、はい、出ました。あらすごい、これすごいですよ。アポーペン、はい、あー前のアポーペン、ね、あここで、あーそっか、CM か、これすごい僕語りたいんですよ、もうペイパイナップすごい気になる。あ、ピコ太郎がいる。ピコ太郎。ピコ太郎です。そう、これ、こちら、はい、2位なんですけど、これすごい、すごくないですか、書けないですよ、うん、インパクトがすごい。インパクトがそう、だから僕、スタッフの方から昨日送られてきて、うん、もう、これ来て、すごい笑っちゃったんですけど、まんまやん。いや、そうすごいです、もうやっぱり2016で、はい、テーマね、はい、まあ、難しかったと思うんですけど、うん、あのまず僕ピコ太郎避けると思うんですよ。そうですね、なんかだいぶ後半差し掛かってギューン来たやつですね。そうそうそう、うん、確かにと、なんか印象ありすぎて、うん、被るんじゃなかろうかとか、うん、いろいろあったりして、でもやっぱもう純粋なんで、はい、もう浅川さんって、はい、もうやっぱこれをまっすぐに書きはるんで、ピコ太郎だって思った。一瞬でピコ太郎さんが浮かんできました。はい、あのチャビネツの楽曲をプロデュースしてくださってるんです。うん、そうなんですね、大先輩の小坂大魔王さんが、はい、あのピコ太郎さんじゃないですけど、でもあのプロデューサーが同じという感じで、はい、高い一緒よ、すごいっすね。じゃあああいう感じのノリのいい曲ですか。そうです、ノリのいい曲。それはちょっとね、インパクトありますよね。そう、すごいの、ほんとこの果物が何書いてるか分かるっていうのがすごい。これ、なんかさっきマネージャーさんに言われて気づいたんですけど、逆なんですよ、あのペンの位置逆、おかしいんですよね。そう、このままやるとパイナポーペンペンアポーペンペンになっちゃう。全然そこはペンペン、そうやね、パーってやった時本当はペンが端々で、あペンがぶつかっちゃう、ペンがもうそんなところに目がいかんけどね。それどころじゃない感じ。それどころ、そう。でもすごいなんかに似てるなって思って。これ。そうなんですよ。さあ自分のお父さんに似てました。お父さんピコ太郎？ピコ、うん、すごい似てるんですよ。はい、ひげとか。あ、ひげこういう感じであんの？そうなんです。あとおでこの広さとかもすごい似てて。お父さん、お父さん見てますか？お父さん変えたよ。お父さん変えてます。もうメガネも耳の穴に刺さっちゃってる。本当だ。すごい。すごいんですよ。ピコ太郎さん持ってるの見たことないですからね。確かに。あ、確かに。確かに。アイドルピカソ、お絵かきランキングでございます。はい、さあそれではもう最後ですね。1位と8位だけになりました。はい。さあこちらですね、残りが。ヨウナピちゃんと志麻さん、はい、志麻さん、志麻さんのお二人どちらかが、いやこれリアルに本当最下位ありえる気が怖いな、このめっちゃ緊張する、ま、そうですね、こうやってまバーっと来て、ま、ピコ太郎さんがね2位来てますから、あ、はい、これは分かりません、うん、それではこれはもう8位から見せます。お、はい、お、メゴちゃんの下、メゴちゃんの下になります。どう、ちょっと楽しみ、やだな、さあ行っていただきましょう。こちらの8位はこの方、志麻さん、志麻さん、金ピカウッキッキーでございました。何すか金ピカウッキッキー。私ほんまに今1位かなと思ってめっちゃドキドキしました。志麻さん、さあ志麻さんの絵見ていただきましょう。こちらでございます。めっちゃ気になる。え、これ8位ですか。めっちゃ集まってきた。これ何ですかこれ。いや今年はサルドシやし、あの今年の漢字が金になったじゃないですか。で、あのオリンピックもあって金メダルもたくさんあったので、もうこれしかないと思って、キンキラキンのウキウキです。猿だね、猿か、これ、あ、猿ですよ、猿仲間ですね、一緒でしょ、猿描いてるね、猿かぶってるなと思ってます。猿です。猿描いてる、キンピカウキウキ、そうです。どうですか猿って、ここ赤かった。これ怖くない、髪の赤いやつ。それ完全ミスです。
多分耳は赤いか、え顔赤いですね、顔は、そう、顔赤いね、なんか私だから顔に毛がいっちゃったよね、これ毛が顔だって顔が赤いなってここは思ってたんですけど毛なくなってるってことデコがでなんかあのミッキー的なね、こうさ、ね、うん、配色はもう全然、全然当たりやと思ってましたけど、うん、だいぶなんでなんですか、ボンさん傘の絵あるしね、ここに傘、尻尾です、これ尻尾が、いやボンさんがちょっと隠れてるんですよ、キラキラのとこに、尻尾足から生えてる、尻尾あ、お尻ハードル飛ぶみたいな足の形取ったよみたいな、金メダル取ったよみたいな感じでしたかったんですけど、そう、尻尾がないとなと思って尻尾にしてみるけど、うん、ボンさんが入ってるって、そう、ボンさん、今年ボンさんとお仕事結構たくさんさせてもらったんで、はい、でもボンさんはちょっとうまく描けないなと思ったんで、はい、ボンさんのアイテムをとちょっと散りばめてみます、え、どこに、どこここが、え、どれ、うん、あ、これ、そう、それはボンさんの髪型のちょっとアフロな感じでモコモコ描いてない、1ミリもわからないマジで、そう、左、右手の手元にあるなんかモコモコしてるのある、で、右手の手元らへんにあるのが、あ、反対ですね、その手元らへんがメガネです、メガネ、あ、メガネやるか、いや、めっちゃわかる、あ、ほんまや、描いてる、いやいやいや、チャビネスはね、すぐ僕描きたがるんですよ、こびてくるんですよでもあれですね、こびてくるのはあんま好きじゃないですね、こびてくるのやめてくる、アミが描いてたんですけど、アミみたいに全然うまく描けないなと思ったんですぐ俺の顔描いて順位上げようとすんのそれやめてって言ってたんですよ、こびるとね、順位下がっちゃうから、そう、ちょっとまさかでした、8位、うん、金ピカウッキッキーってこれが気になって、これが金ピカウッキッキー、なんでこのタイトルでしたの、いやもう全部入れなと思って、タイトル、タイトル、タイトルに分かりやすいように、はい、はいはい、志麻さんいくつでしたっけ27歳です、27歳27歳で金ピカウッキッキやめてくださいその辺が点数がちょっと低かったそうそうそうあ、そう、もっと賢そうなのが良かった、いやそうですよ、やっぱり金猿とかのが良かった、リーダーでしょ、そうです、チャビネスの、あ、そうです、27歳でこの絵で注意が入りました、注意大人な絵をもうちょっと大人なね、はい、感じを出してください、絵はちょっとあれかもしれないんで、これからタイトルを大人な感じにじゃあ、そう、あ、そうやね、そうですね、金ピカ、なるほど、あ、ちょっとまさかでちょっとめっちゃ汗かきましたね、いや面白かった、すごいありがとうございます、はい、かわいいですしね、まあ、8は末広がりなんでいいですね、え、うん、8位あ、まあね、8位はね、そういうとこ言ってくるの、もうおばさんやから、もう8位はついていけません、末広がり口数すごい多いからなんか残して帰る、そうそうそう、面白いですよ、はい、はい、じゃあそれでは栄えあるヨーナペちゃんの1位でございます、これはもうもちろんでした、1位ヨーナペちゃんで、こちらです、ドキドキ激動というタイトル、こちらどうぞ、ドン、うわあ、すごい、これはね、これはプロですよ、プロ、いや、これは素晴らしかった、もう、はあ、めっちゃ可愛い、プロ、プロ、やった、激うまだ、これ可愛すぎる、目がチカ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 、目に良くなかった確かに普通にね、依頼がありそうなんで、いや、これもね、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いですね、これを T シャツにしてほしい、ね、T シャツ欲しいですね、めっちゃ可愛い、プロの仕業や、こんな、よかった、そうなんですよ、仕業、仕業、仕業、プロだ、プロだ、いや、これも、昨日の夜中書いてたよね、朝書きました、ツイッター見てたら、朝またね、そう、昨日ツイッター、あ、これからワロップさんのアイドルピカソの絵描かなきゃってツイートしたら、ボンさんがリプくださって頑張ってみたいな感じだったんですけど、あの後も2時間ぐらいずっと携帯いじってたら全然作業してなくて、あ、そう、3時4時ぐらいから開始しました、書き出して、すごい、で、これすぐ触るやめてみんなの映らへんじゃん、すごい、これは何で、絵の具、これアクリルガシュ、アクリル、あ、アクリルで、めっちゃ細かいんですよ、ね、そう、そう、これゆるめれもっていうグループで私活動してるんですけど、うん、ゆるめれものメンバーなんですよ、これ4人、今4人でやってて、で2016年ちょっとメンバーが減ったりとかして、うん、この4人で今今年
これからやってこうっていう姿勢がすごい整ってすごい大きかったです。ワンマンも4人でこの間10月にリキッドで成功させてきて、で春に透明派ツアーもやるんですけど、ちょっとこれからより一層音楽に力を入れていくって、音楽と共に生きていこうっていう気持ちがすごい強くて、なんかちょっとこうリズミカルな音楽を感じるような出てますよ。テーマがめっちゃしっかりしてますね。金サル二大テーマじゃないですか。あのこういうよく1位狙ってたな。恥ずかしくなっちゃった。1位かもしれんと思った。いや本当ですよね。もうそんなごめんなさいとしか言いようがないです。まあね、すごい深いですね。深いね。ちょっと皆さんこういう感じで来られると思ってなかったんで。いやでもこれは納得の1位。いや納得がもうどうしようもなかった、やっぱり。まあよかった。でちゃんと整ってますよね。はい、センターもあって、なんかもう作品って感じ。両サイド。これなんか線とか入れないんですか。下書きもして。あ、下書き軽く当たりつけるぐらいで、あとは当たりつける。俺も当たりつける。なんのこっちゃわからん。もう一瞬ですよ、もう。そうそう。自然と センターずれてました。一回当たりつけてください。当たりつける。だいたいここ買おうかなみたいな。ああ。すごいっすよ。すごいよね。あんま私とあんま変わんなくない。変わります。色の色味とか並べますやめて。公開初見役者メンバー書いたけど、そうやね、メンバー同士もね、4人グループのね、メンバーもすごい個性的なんで、うちのグループそういうのも伝えられたらいいな。分かりやすいよね。分かる分かる。メンバーがすごいっすよ。いやすごいんですよね、これ。納得ですわ、これ。ですよね、1位。素晴らしかったです。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。よーなぴちゃん1位でした。いや、これ本当面白かった。ね、毎回。すごかった。そう。いや、みんな違いますね。みんなそうなんですよ。楽しい。やっぱ個性があるんですよ。はい。あ、そっか。でもこれおしゃれなパステルで描いたんです私。パステル。パステル。パステル。なんか絵を描けないのに画材屋さんに行って、うん、あ、パステル。はい、パステル。パステル。ちょっとパステル薄かったね。触れるとすごいもうすぐポロポロ落ちてくる感じ。パステル。くすみパステル。いやだからまたいろいろ描いてみてください。その画材で。せっかく。ね、始めたんで。こういう、こういうだからこのこれに書くの楽しいでしょ。楽しかったね。楽しいですね。なんか書かないじゃないですか、大人になって。それをね、ちょっとみんなまたね、やってもらいたいんで。楽しかった。はい、ありがとうございました。お絵かきランキングでした。ございました。ありがとうございました。はい、じゃあこの後はね、また新しいコーナーもありますんで、この後お楽しみください。CM でございます。生放送でお送りしております。アイドルピカソでございます。生放送でお送りしております。てんやわんや。てんやわんやになってましたけど、はい、ここからですね、今回新しいコーナーでございます。はい、はい、こちらドルピカルタ。イエーイ。ドルピ。はい、こちら新しいコーナーですね。はい、こちら本日が第5回目の放送になります。アイドルピカソ、はい、芸術もたくさん揃ってきたので、みんなの絵を使ってカルタを作りたいと思います。そうなんですよ。はい、今回は、出された絵に対して読み方をみんなで決めていこうと思いまして、はい、全46音が揃ったらみんなでカルタをして遊びましょうということなんですけども、ね、いつできるかは分かんないですけども、はいはい、ゴールが見えない。そう、ゴール見えないですけど、いつかできるだろうと思いますんで、こうやってたら、はい、で今までそう、まあ、ランキングとかで書いてもらった絵とかいっぱい、残ってるんで、残ってるんで、はい、恥ずかしい。そう、やだ。それを、使って、はい、で出していきますんで、それに読み札の皆さんで、適当なんでいいんで、大喜利ですね。もうそうですね、もう簡単なやつで、はい、考えてもらいましょうというのをやっていきます。はい、はい、じゃあそれではですね、早速いきましょう。早速じゃあこれ、じゃあこちら、はい、はい、こちら前回僕がですね、来た方はもう知ってる、はい、描きました絵なんですよ。はい、これを使ってもう
最初の文字も何でもいいです。もう思ったことを書いてください。それを読み札に誰かのを採用しようという。はい、はい、はい。じゃあこれを見て皆さん、まあ僕、まあ一応テーマは僕前回これ日本か、日本っていうテーマで書いたやつですよね。それ日本でしたっけ。これ日本の時のやつでしたね。そうです。これを使って、これもちょっと失敗しちゃったな。はい、あ、できましたか。はい、あ、早い。じゃあヨーナップさんからいきましょう。こちら、ハイパージャパン。ハイパージャパン。いや、ちょっと日本を感じて、はい、なんかちょっとピンクだし、いかついからちょっと。確かにね、これ一応そう、おばあちゃんと、あ、大丈夫ですか。生放送でお送りしております。大暴れです。大きいもんね。あ、なるほど。これ一応おばあちゃんと孫っていうね、でやってまして、そう、髪の毛の色僕間違えちゃって。え、間違えたんですか。こんなピンクになっちゃって、確かにね、ハイパーな感じになってる。なんか私全部髪の毛ピンクだった時あるんですけど、その時ハイパーヨーナピっていうハイパーモードって名前になってて、ぶっ飛んでますね。近いなと思って。なるほどね。なるほど。ハイパージャパンということは、はーですね。その文字はね、はい、いいじゃないですか。ちょっと残しておいてください。はい、じゃあ続いて、じゃあ、はい、あ、じゃあネゴちゃんいきましょうか。はい、ネゴちゃんお願いします。はい、今落下中じゃよ。そうなんですよ。キューってこと。確かにね、二人って一緒に落ちてってる。地面がね、そう、地面もそう、書くの忘れてて、確かに、二人でこういう、そう、そう、最初そう、家の中でやってるつもりで書いてたから、裸足なんですよね、これ。靴履いてなくて、それ失敗して後から空書いちゃったから。冷静に落ちてて、そうそう、冷静、誰も驚いてない。確かに。今落下中じゃよ。今落下中じゃよ。おばあちゃんですね、ええ、あ、いいじゃないですか。なるほど。じゃあ、はい、他のも聞いていきましょう。じゃあ、岩崎さんいきましょう。はい、岩崎さん。はい、あーよ、よ、よ。あ、こっちのね、孫のね。そう、で、なんかこう弾いてるから、リズム感よく、リズム感よく、あー、なるほど。あー、いいですね。こんな感じ。だからそれ、あー、よ、よ、よって読んでたら、読んでたらこれをパンって叩くのね。そうです、よ、よって。なるほど。そうか、取れないといけないですよね。そうそうそう、読んでね。そう。じゃあちょっと島さん行きましょうか。はい、島さん、お願いします。日の丸弁当好きやねん。どこ撮ってんの、ここ。もう好きすぎて T シャツにしちゃったんだ。かなりピンポイントですよ。もう好きすぎて、おばあちゃんにアピール。あー、なるほどね。好きすぎて、好きすぎて来ちゃったんだ。ここ撮っちゃった。絶対それではさ、撮る、め、絶対探すけど、ここ書いてなる。はるたになった時、透明で見た時に、でも多分、あ、日の丸、日の丸弁当ってなると思う。ちょっと。なるほど。だから日の丸弁当好きやね。好きやね。はい、はい、じゃあ今度は、あ、じゃあミューポン。はい、ミューポン行きます。はい、こちらです。えいえいさっさえいさっさえいえいさっさ、おばあちゃんもこれやめない。あー、なるほどね。もうずっとやらされてんだよ。ずっとやらされてて、おばあちゃんに、あの、おばあちゃんもこれやめないってなってる時。あー、めっちゃいい。ああ、でも合ってるかも。ほんまやね、それっぽい。なるほど。それが家族なんですか、これは。これはそう、おばあちゃんと孫ですから、ね。あー、じゃあよかった。そうですよ、テーマに合ってますね。うん、いいですね。じゃあ、さくらちゃん行きましょうか。はい、はい、娘さん、どう。おばあちゃん、頭の上に焼きそばが。ここね、そう、それ、なんか焼きそばに見えるなと思って。ここ見ちゃった。そこに注目しちゃいました。焼きそばとか、日の丸弁当とか、はい、あと食べ物、食に見るとこそこちゃうから。食べ物に見えちゃう。見えちゃいますよね。なんでだ。なるほどね。はい、はい、じゃあちょっと、じゃあ最後、朝川さん、はい、いきましょう。はい、ファンキーばあちゃん。あ、確かに。まあそうなんですよね、おばあちゃんやっぱファンキーしすぎて、うん、なるほど。これそっか、合わせたりしてもいいですけどね。おー、うん、その誰かのと、うん、誰かの、あー、なるほど、うん、だ
だあーよよよファンキーおばあちゃんみたいなとか合わせてもいいし、でもミューポンのもこれ、あ、これこっちでいいか、はい、ミューポンのもいいけどね、そのだ札としてな、な、あ、消したすぐ消しちゃったよ、わなんかあら不思議いや、あら不思議じゃない一瞬、あっちゅうまん白紙あっちゅうまん白紙やよ今、消したこと忘れてて普通に渡したらなかった、いや、消えてる消しちゃった消したことも忘れてた無意識に消した今、消しましたなんだっけなんて書いてあったっけ、よかったよな、えいさっさ、えいさっさ、えいさっさ、おばちゃんね、これやめない、あー、なるほどね、そうや、それでもいいね、うん、それ晴れたね、それにしますいいんじゃないですか、ね、いいと思う、うん、これ、うん、これに、はい、歌ってる間に探せますもんね、そうそうそう、やっぱカルタが長い方がいいかもね、うん、じゃあこれにしましょう、ね、それでいいじゃあこれにしますこれで決定なんで消すの、真っ白ちょっともう現実から離れたくて消しちゃったなんでそんな現実逃避するか今の間にじゃあちょっとここに一個ずつと、だから A やね、最初の A ですね、だ A、E、さっさ、はい、じゃあ自分で書ける、はいはい、それに決めます、はい、じゃあ続いてのやついきましょう、はい、続いてね、そしたらいろいろ、じゃ あります、見せて書きやすいの言います、はい、逆にいろいろあったんで、はい、あー、それボンさんじゃなかった、はい、すごい、はい、 あまりのが書いてある、これ秋でした、秋めっちゃ上手、お、あーそれあ、それそれこれあれですよ、今日いないてんてんこさんって書いたやつね、めっちゃうまい、うん、うまいんですよ、いろんな秋ね、いろんな秋つながりね、秋竹城八代秋テーマ秋で、テーマ秋でこれ書いてきよったタッチが悩ましい、今日いないの本当残念だな、そう、1位取ったよこれでその時のなんかいろいろ改装しちゃいます、あ、これすごい、これすごい、お酒のやつか、マリノ、マリノですね、あ、さあ、アイドルピガソ今、カルタ作っておりますが、やめてー、これがね、大森さんの日本をテーマに、見ないで、目つぶって寿司、あー、やめてやばい、秋をテーマにしたやつですね、目つぶってください、かわいい、書いて作りましょうか、これですか、これで、はい、皆さん、はい、みんな大好きお寿司だから、俺はもうそれだからな、これでどうでしょうか、すごいんですよね、本当だから、これが大森さんの良さ出てるんですよね、もう背伸びしない方がいいですね、うまく書こうと頑張らないいやでも成長があってよかったですよね、成長しちゃうんで、はあ、難しいとこなんですよね、そういうのってね、はい、そっか、大森さんも書いてもらうのね、そういっぱい、もう懐かしいね、ほんと、ああすぐ消しちゃうから無意識に、これ難しいか、確かにね、もう字書いてあるからねでももう分かりやすく、ね、分かりやすくネタが何なのか書いてあるので卵、トロって書いてあるはい、あ、できた、はい、あ、できました、じゃあ志麻さんお願いします、はい、じゃあ読み札、本物の目玉はどれでしょう、本物の目玉はどれでしょう、本物のちょっと目玉多いなって思ったんで、あ、俺もね、目玉、そうです、そうです、あ、なるほど、大森さん、これ目玉、それ米ですねあお米、あ、ごめんなさい、お米そうなんですよ、いや、それは、はい、米です、ね、シャリですもんね、はいはいはい、あー、そうなんですよ、
こっちはシャリのつもりで書いてるんで、はい、シャリなんですね。お米お米、粒が立ったお米ってことですね。そうです、はい、お米お米、大粒のシャリ。じゃあ本物のお米はどれでしょうか。いえ、本物のお米ってどういうこと。なるほどね。あ、なるほど、今全部目玉かと思って目玉を愛しました。 そこがやっぱね、不思議なとこなんですよ、大森さんの。あ、はい、じゃあネゴちゃんお願いします。どうぞ。あれ、寿司はこんな感じっすよ先輩。誰、後輩、誰やんですか。後輩目線で。後輩はなんて答えるんですか。ちょっとどっちから後輩ってこと。どまあ、寿司が後輩で、だから誰か問いかけてる感じ。はい、アイドルピカソ、ドルピカルタでございます、はい、2枚目こちらなんですけども、じゃあできた人。はい、はい、あ、じゃあ浅川さん、嬉しい、行きましょう。浅川さんお願いします。読みて。あれれ、これはなんだ、シャリが黒いけどお寿司かな。これね、そう、黒いから。だって黒じゃなかったら何で丸を写せばいいんですか。あ、確かに。あ、そうなんですよ。あ、そう、ね、どうするんですか。さあどうするんですか。そうですね、黒でやるでしょ。背景を変えるかもしれない。背景っていう概念はないんですよ。全部キャンバス地なんだよ。あ、背景、おー、わかりません。なるほど。はい、そんなミューポンできましたか。はい、じゃあミューポンお願いします。わー、美味しそうなお寿司ってシャリの存在感が、あ、ないからね。はい、シャリが大きいっていうこと。あ、シャリの方がでかいから ね。あ、いや、こっちもでかいですよ。どっちも存在感ありますよ。サイズ感が分かんない。そうそうそう、うん、なるほどね、うん、はい、他には、はい、あ、じゃあ、はい、マイネ行きましょう、はい、お願いします。じゃん、今日はトロの方が人気ね。え。あ、お寿司。あ、え、あ、なるほどね。お寿司の中で、あ、目が驚いてるからね。そうそうそう、お寿司の中でバチバチ、トロの方が人気、あ、喜んでるみたいな会話してるよね。あ、それ可愛いですけどね。コミュニケーションがいい。なんかいいですね、それ。はい。はい、じゃあ他にも。はい。ヨーナピちゃん、はい、お願いします。言葉にしたらそれが本当になるのだね。どうした？いや、どうしたかな。寿司に見えないけど、寿司って書いてあるから寿司に見えるっていう。なるほどね。言い張って、自称ね。そう、アイドルって言ったらみんなアイドルみたいな。あ、なるほどね。そうか、それと一緒みたいな。そう思うと素晴らしい作品ですね。確かに。その言葉があると思うと、うん、メッセージ性のある、ね、うん、深いですね。深い、概念的な何かを感じとらわれるのね。あ、そうか、うん、深い。読んでそれで、あ、こうカルタで当てるのめちゃめちゃ難しいけど。言葉にしたら、ね、あ、最後さくらさんのは CM またいでいきます。はい、アイドルピカソ、はい、ドルピカルタ、ドルピ、こちらの札ですけども、はい、最後に、はい、床詰さんの読み札お願いします。本物のお寿司が食べたいな。お寿司だよ、これ。これはいいんじゃないですか。あ、なるほどね。これも本物だよ。確かにね、これで本物じゃないです、ね、本物らしからんだね。そう、寿司は漢字で寿司です、ちゃんと。そう、英語とね、寿司になってるし。そう、なるほど、はい、なるほど、ちゃんとした本物を出してきてください。そうです、うん、食べたい。先はずっと食べ物のこと。厳しいよね。それちょっと言わないでください。厳しいね。なるほど、じゃあ皆さん出ましたけど、これどれにしようか。あ、なんか、え、あれ、大森さんどれやっけ。まだ消しちゃった。なんで消すの。なんで消すの。まだ消してる。変な子。マジで。またけ、何書いてたっけ。なんだっけ、あ、シャリの存在感。ああ、そっか、うん、じゃあいいや。あれ。え、なんか良かったのあったな。あ、これ会話してるのも良かったね。怖い、私はこれです。え、あ、これね、これ、あ、言葉にしたらそれが本当になるんだ。ねえ、この字書いてるやつね。そう、この文を見たときにこの絵を思い出してほしい。あ、なるほどね。あ、じゃあこれにする。あ、いいんで
ですか、ね、いいんですか、ミュウコンのやつだしね。じゃあ、じゃあこちらにこれを読んでそれが取れるのかっていう、そう、難しい、ね、超難易度高いですけどね、この札がね最後の方に残っちゃう、ね、はい、じゃあこちらになりました。はい、やったということで、2札、はい、今回2札で終了でございます。あららら、はい、もう時間切ってしまいましたんで、はい、このね、ペースだと4年ぐらいかかるということでね。かかっちゃう。続けましょう。ちょっとやっていかないと間に合わないんで、ね、頑張りましょう。4年後、志麻さんいくつになります？あれ？22歳ぐらい。嘘つけ。わからないじゃない。もうなんか戻ってもいいかな。それぐらいいったら。なるほど。ちょっとね、それまでみんなまたちょっと作ってもらいたいと思います。はい、ぜひぜひ、はい、いっぱい札あるんでね、はい、やっていきましょう。はい、お願いします。ということで、ドルピカルタでございました。ありがとうございました。はい、ということでですね、今日はこれでね、もうおしまいでございまして、あら、早い、もうエンディングでございます。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間でしたね、今日も。ね、そうですよね。ランキングしてね、うん、はい、ランキング面白かったですよ。ランキングね、ヨナピちゃんね、うん、はい、そう、美大ですもんね。あ、そうですね。あ、そうなんだ、そうなんですよ、ね、美大ずっと描いてるんですか、美大って。あ、でもデザイン系だったんで、絵は描いてないんですよね。あ、絵は描いてなくて、デザインってパソコンで。受験生の時に試験勉強で絵描いてたぐらいで。あ、それだけ。あ、大学行ってる間はそんなに絵描いてない。描いてないですね。へー、何してたの。寝てました。寝てたんだ。あらあら、大学で勉強してない。そうなんや、うん、入れたら。入れました。すごいね。そう、センターとかで英語私3割も取れてないんですけど。センター試験で、はい、うん、3割も取れてないけど、うん、入れました。じゃあそのもう映画すごかったんじゃない、やっぱかな、だといいな、実技的な。あ、ね、そうなのに、それで入ったのに英語かかんと。最終的にアイドルになって、アイドルわけわからない。アイドルになって再び絵を描き始めた。あ、そうなの。いや、今後ももっとね、人生いろいろですね。本当にね、人生いろいろだね。人生いろいろ、いろんなペースだね。ね、本当、チャビネスもね、はい、チャビネスはね、本当絵上手い人もね、いますしね、はい、そうです、そうです。そう、で2人ほどいます。2人ね、他のメンバーも出てくる。あと6人いますもんね。あと6人、うん、多分下手ですね。下手。ね、そう、多分割と個性的。個性的。 あんた一番個性的だ。ピコ太郎ね。ピコ太郎、ね、まあ、ファンシーなんで。ファンシー、はい、ファニーね、はい、ファニー、ファンシーね。ユイが独尊も、はい、ユイが独尊の後の2人もね、変な絵描くんですよね。正直4人とも変な絵描いてるんですよ。ちょっと待ってくださいよ。、はあ、そんなこと。僕マリオ描いてって言って、うん、あの描いてもらったら、みんなちゃうマリオ描いてる。、まあ、一番怖いマリオ描いてたのがマイネーやって。うっそー。いや、私はいつもリアルに描くんです。どんなリアルや。いや、今の日本は大変ですね。そう、うん、怖い、怖い絵描くよね。自信満々です。あとの2人をまた来てもらいたいですね、うん、ぜひぜひ、はい、はい、次回は、はい、来年になりまして、1月26日木曜日、はい、18時から19時15分になっております、ね、2017年ですね、もう2017か、はい、もう気持ち切り替えてめっちゃ上手になっちゃってるかもしれない。いや、変わらんわ。そんな1ヶ月だ、そこらで。来年だったらね、年またぐと、はい、めっちゃ上手くなってるかもしれない。怖いね、はい、でも徐々に上達されてます、ね、いや、そうやね、はい、うん、やっぱ書けば書くほどね、なんか絵って上手くなりますよね。感覚で手応えをね、はい、うん、覚えていきます。試していったりしてね、なっちゃうよね、うん、そう、はい、上手くなるのもどうかと思いますけどね。じゃあいいですか、ここで私も。あ、行きますか。じゃあ 今月も、はい、今月ミュンポンのポイントクイズでございます。ポイントクイズです。はい、行きましょう。行きます。はい、私は目覚ましを何分おきに設定するでしょうか。皆さん頭の中でどうでもいいのね、文字が残ってあると。気になる。そこはね、気になってください。気になる。何分おき。 A 5分おき、 B 15分おき、うん、さあ皆さん A か B どちらかを頭の中に浮かべてください。何個もセットするってことですね。そうです。あ、連打でしとかないと二度寝しちゃうっていう、はい、いいですか。A か B かね、皆さん頭の中で、はい、
正解は、はい、A でした。あー、5分。5分です。5分やったか、はい、5分を10個ぐらいつけます。お、10個、はい、当たった方いますか。当たった方、おお、半分ぐらい。結構見透かされてる。あ、まあね、当たった方は、当たった方にはね、1ポイントあげちゃう、はい、1ポイントみんな心に、ね、喜んでいる。残しといてくださいね。お客さんが喜んでいる。まあでも、はい、後ろの方でちょっとしょぼーんってなってる、ね、方もいるので、はい、外れてますよ。外れちゃった、かわいそうなのでね、やっぱりですよ、ね、そう、せっかく来てくれて手ぶらじゃかわいそうなので、はい、私から、はい、上手なプレゼントをあげたいと思います。ですか、プレゼントは、はい、うわ、何これ白菜、白菜、白菜、それ白菜です。すごい今な、はい、何が繰り広げられてるの何、白菜だ、白菜だじゃねえ、目バキバキじゃねえか、外れた人には白菜だはい、ぜひ白菜を持って帰っていただいて、ね、今夜のご飯はお鍋ですね。そう、今夜はお鍋していただいて、すぐ食べ物いや、いいですね、さすがです。画伯、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、じゃあね、また、次回1月はですね、はい、またランキングとかね、したいと思いますんで、はい、次も、はい、また次もね、出てもらえたらね、お願いします。ぜひぜひ、はい、お願いします。ちょっとね、てんてんこちゃんがね、なかなか来ないんでね、なったらもうほぼヨーナピちゃんがね、ご意見番で来てほしいぐらいです。え、行きたい、ぜひ行ってください。このままだと席を取られちゃうよ、はい、てんてんこちゃん、ね、てんてんこちゃん、はい、お願いしますよ、うん、ね、ね、ぜひよかったらね、はい、え、呼んでください、本当に。また来てくれますか。ぜひぜひ。あと、うちのゆるめるものメンバーもなかなか奇抜な絵を描ける子たちがいるんで、あ、まだいる、はい、他のメンバーも、他のメンバーも、じゃあまたパンチ効いてると思います。嘘、私たちが感じで、あ、そう、はい、それ楽しみやね、楽しみ、ね、ぜひぜひ、はい、いや、ありがとうございます。ゆうが独尊、今日はどうでしたか。楽しかったね。はい、楽しかったです。いろいろあったみたいですね。また来てくださいね。ぜひお願いします。お願いします。チャビネスもね。はい。はい、うん、今日はね、ちょっと順位ね、低かったのとね、はい、浅川さん高かったですけどね。はい、まあ、足して2で割ったらいい感じなので、いいと思います。そうです、本当ね。またちょっとお願いします。はい、よろしくお願いします。挑戦してください。はい。ありがとうございます。ネゴちゃん、はい、来月は また来てください、ね、あ、お願いします、はい、絶対、もうレギュラーなんで、いや、そうですよ、島根行ってるんでしょ、どうせ。あ、島根行ってます、はい、もう島根行っててもこっちに来てください、はい、いや、どういうことですどういう状態、そういうことですよ、バサバサじゃないよレギュラーなんですから、バサバサですからね、はい、お願いします。はい、ありがとうございました、はい、ということで今月もアイドルピカソ以上でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また見て。